連発できますけど、蹴る場所がそんなに定まってないですからね。電車で蹴るとか見てないと思いますよ。カズヤくんですよ。カズヤくんですけどね、まあ、それがまた山田の魅力でもあるんで、ヤンマイク関西はやっぱり重いですからね。よいしょって感じで一発きますよね。やばい足は外れ、そうです、ちょっと服が甘くなってきてますね。早くこれ逃げないとね、長い間食らっているとスタミナを消耗していきます。ここで強烈な腰のあたり、どうやら関西山田の腰ですか、狙い定めているようですね。シンというニューブロックを後頭部に落としていったダイナマイト関西。あっと危ない危ない、あっと外してしまった、大丈夫かな。あっとブレンバスター高速だ。キングブレンバスターよくやるんですけども、頭が低くて速いからそれも嫌ですね。関西もでもこれマット引っぺがしてるの好きですね。よくやりますけどね。まだこの表情、もう一倍の元気の強いこの山田の成功ですからね。痛いのって見たから読めちゃうんですよね。やっぱね、考えずに肌が苦しまって意味が上がっちゃう。いいですね、この表情が。面白い忍者スタイルより今のコスチュームの方が全然いいですね。先日の武道館からこのコスチュームでずっと戦っていってるわけですけれども、この方が本当、なんかキックをやる人って感じがかっこいいですよね。強烈に一発ミスを決めて、あーっとこのギロチンも重量感、あそのままクリオンの形に持ち切りましたけど、華麗な技っていうんじゃないですけど、面白いですね。今ね、ゴルフドロークなんかも走ってきて座っちゃったんですよね。なんかすぐね、この形でつないでいく方しっかりこの反応がついてきたという感じがします。勝つ走りをする選手ですよね。あー、なるほどね。というのは、やっぱり銀文字だ。そうですね。うわっ、そうですね。すごい蹴り上げるってところが山田選手っぽいですね。すごい、もろに顔面蹴り上げましたね。今関西の表情ちょっと映りましたけども、あっと、そんな関西が好きなんですね。容赦なく、どうやらあの体蹴ってもらっちゃいかないんで、後頭部あたり、後頭部あるいは顔面を蹴っていきましたね。さあ、フォーク体勢、まだまだ関西表情には余裕があります。今ね、トヨタに尾崎が料理されてしまったので、関西としてはこの山田、逆にね、コテンパンにつけてやろうなんていうのリングに向かうのは思ったかもしれませんけども、バックドロップ、技の種類では本当に山田選手の方が多いですね。それはもう本当に動かしがたい事実って感じがしますね。しかしこの辺りは重い。いや、技の数が多い人が偉いわけじゃないですから、はい、決め方ですよね。そうですね、いっぱい技も出てそれがちゃんとした軽いかったらすぐ返そうですし、あんまりやりすぎるとまた印象薄いですから、ね、よく覚えてないですから、あんまり技やりすぎて器用貧乏というふうに思いますけどね。ダイナマイト関西なんて
プラッシュマウンテンと蹴りとバックドロップではいいと思います。もう綺麗でしょ。あとはなんかそこにいるだけで強いですね。羨ましいですね。そうですね。そしてこういう技あるんですね。スティーブ関西選手は男のプロレスの技好きですね。結構あれですか、関西さんはプロレスファンですか。この人プロレス好きですよね。練習とかテレビとか見てたら見てると思うんですよ。いろいろ研究もしてますしね。本当はリアシップが素晴らしいですね。そうですね、やっぱり関西の人柄とかも聞いてきてますし、本人もそう思ってるんだけど、取って勝ってるっていうのは、そういう意識が変わらないっていう感じじゃないですか。そうですね、結構こうまとめ役みたいな感じなんですけども、結構バーッともっと言われてます。待ってバーッてもっと言われて弱いんですよ。意外と引っ込んじゃったりして、夏以上なんですね。トラップに振られて、うまく返して裏もも、おっと、ああこれはうまく返していった、場外だ場外だ、山田これ何をするんでしょうか。さあトップバッターからプランチャー、プランチャーかなり上行きましたからね。トップからダンプして確認、あっと後頭部打ちましたね。やはり今足首のあたりを抑えて、あっちがすごいんですよ、すごい。あ、ハッ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 大きな勝負ですよね。ああ、また天気の強い山田らしい攻撃。ああ、流れ式、流れ式すごいな、持ってきた。